皆さんこんにちは、今度9月の28日ですね、クロスフィット宝塚にて、スクワットのセミナーを開催させていただきます。で、今回のセミナーに関してはですね、セミナーの内容に関してはですね、皆さんに大変好評をいただいた、ノートでですね、公開させていただきました、スクワットメソッド、高重量を扱うためのスクワットメソッド、これの、実践ですね、実技を中心としたですね、解説をしていきたいと思っております。初心者の方、中上級者の方、皆さんに、分かりやすく、丁寧な言葉でですねお伝えしていきたいと思っております。ワンステップ上のですね、スクワットの、テクニックポイント、その他いろいろですね、たくさん詰め込んで、皆様にお伝えしていきたいと思っております。ぜひ、お申し込みをお待ちしております。パーソナルトレーナー、ストレングスジム東京ベイ代表渋谷優希でした。皆さんこんにちは、ストレングスコーチの藤田と申します。今回セミナーでですね、僕が紹介したいのはストロングマン種目について、紹介したいんですけども、渋谷さんの講習にしっかりつながるように皆さんの体の癖、それを修正し、そして力が出る準備をまずしっかりしていきます。そしてストロングマン種目っていうのは不完全、不安定な種目になります。なので体が運動する上で必要な体の感覚、バランス感覚だったり力を出すポイントっていうのをしっかり理解していただいた上でスクワットの講習に入っていただければ、より皆さんの力を発揮できるんじゃないかと思っていますので、そのあたりのテクニックを紹介したいと思っております。ぜひお越しください。お待ちしております。You'll see the sparkles coming off his lifting shoes as he walks out. I would expect nothing else from Osaka. Good lift there for Yoshi, 115 kilos.